ジョン・パーマー・アッシャージョン・パーマー・アッシャーは、アメリカ合衆国の政治家。南北戦争期のエイブラハム・リンカーン政権で第7代、アメリカ合衆国内務長官を務めた。1816年1月16日、アッシャーは、ニューヨーク州、ブルックフィールドにおいて誕生した。アッシャーは法律を学び、1839年に、ニューヨーク州で弁護士として、認可を受けた。 1840年、アッシャーは、インディアナ州西部のテレホートに移住し、知人のウィリアム・グリズウォルドと共同で、法律事務所を設立した。アッシャーは、法廷弁護士として、成功を収めた。アッシャーは、1840年代から1850年代に、かけて、インディアナ州とイリノイ州を周遊し、イリノイ州、スプリングフィールドで、エイブラハム・リンカーンと知り合いになった。 アッシャーはホイッグ党に参加し、1850年から1851年にかけてインディアナ州会議員を務めた。1856年、アッシャーは共和党から連邦会議員に立候補したが敗北した。1860年、アッシャーは大統領選挙の共和党候補としてエドワード・ベイツを支持した。だがアッシャーはその後、 リンカーンに指示を移した。アッシャーは1861年にインディアナ州検事総長に選出された。1862年3月、アッシャーはリンカーン大統領から内務次官補への就任を要請され、それを受諾した。当時の内務長官、ケーレブ・ブラッド・スミスは職務にほとんど関心を示さず、アッシャーは大部分の権限を委任されていた。 そして1862年12月にスミスが内務長官を辞任するとアッシャーは1863年1月に公認の内務長官に承認した。アッシャーは内務長官を1863年から1865年まで務めた。アッシャーは温厚で恩和で礼儀正しく控えめな長官として知られた。 1865年4月にリンカーン大統領が暗殺され、公認の大統領にアンドリュー・ジョンソンが着任すると、アッシャーは間もなく内務長官を辞任した。内務長官退任後、アッシャーはカンザス・パシフィック鉄道の首席顧問に就任し、1880年まで務めた。また1879年から1881年までカンザス州。 ローレンスの市長を務めた。1889年4月13日、アッシャーは、ペンシルベニア州フィラデルフィアの大学病院において、ガンで死去した。アッシャーの遺体は、カンザス州、ローレンスのオークヒル墓地に埋葬された。ジョン・パーマー・アッシャーの父親はイングランドからの移民の、子孫ナサニエル・アッシャー。母親は同じく、イングランドからの移民の子孫リディア・ベーカーであった。 1844年1月26日、アッシャーはアイルランドからの移民の娘、マーガレット・パターソンと結婚した。二人の間には、以下の子供が生まれた。アーサー・パターソン・アッシャー・ジョン・パーマー・アッシャー・リントン、J ・アッシャー・サミュエル・チェンバーズ・アッシャー。ありがとうございます。